コイがいっぱいいる。そう、人それぞれのコイがあるんだよ。もっと言うて。人それぞれのコイがあるんだよね。やたら品のいい お庭に来ちゃいましたけど、間違いもいいのかな。すごい居心地悪いね。今ここに入ったら俺絶対食われるもん。ほら、俺を求めてやってみたい。畑違いのやつが来たぞ。あいつ読めてない、ね、食っちまえ。あいつ食ってもいいんだって場違いな空気に圧倒されながらここまで来ましたけど、より場違いだよ。そうね、すごい、もう、ね、一刻も早く立ち去りキャーって言いながら走って逃げたぐらい。じゃあ早くやることやってしまいましょう、はい、クイズです、はい、第7問です、早押し、君の嫌いな選択肢の問題じゃないよ。やりましたね、やりましたね。早押しクイズ、お手つきなし、お手つきなし、ほら、はい、この高校園ですが、高校園という名前はですね、江戸時代にこの地にあったある建物の名前、その建物の名前は高古堂というんですね。その高古堂に由来してここ、庭園高古園が作られたんですが、ここにはもともと何があったんでしょうというのが問題です。なんかさっき書いてたよな、ここに。おいおいおい、ちょっと待って、何パンフレット出そうとしてんだよ。お城の横なんです。ちなみにその高古堂というものが作られたのは、江戸時代の姫路最後の藩主堺家によって作られたものですから、江戸の後期ですね。江戸の後期にここに高古堂という何か、まあ施設と言っていいでしょう、施設が作られたんです。施設ですね、はい。とりあえず押しなさいよ。やる気くん。江戸の後期ですよね。江戸の後期です。宿泊施設、ああ、お宿ですか。来客が、ああ、はあ、なるほどなるほど。違う、残念、違います。さあ、矢吹くん、お土産物屋。違います。はい、こんちゃん、お茶会の場。違います。はい、矢吹くん、庭。あ、庭園、昔から庭園だったの。違います。あ、少しヒントがあった方がいいですかね。ヒントください。素直ですね、やけに。今の時代で言うと必ず町に一つはあるであろうというものですね。どんな小さな町にだって一つぐらいあるだろうという施設がここにはあったんです。はい、原木君、宿泊施設、さっき言ったろ。大丈夫かな。難しく考える必要はないんです。あ、ゴンちゃんどうぞ。スーパーマーケット的なもの。ああ、商店街のような、はい、違うんです。コンビニ。ボケる人は思わないか。じゃあ、パンフレットにも載ってなかったようなので、もう一つヒントをいけたいと思います。あなたたちはそこに行ってました。学校。正解。今わずかに、本当にわずかに、早押しの機会が初めて役に立った。はい、ここにはですね、まあ、学校というか藩校があったんですね。姫路藩の、まあ、公立校というか、学校がありまして、まあ、武士の子供たちを中心に、勉強の場になっていたと。寺子屋的なんですか。はい、寺子屋とは違うよ。あ、そうだね、うん、寺子屋は民間だ。あ、そうか、うん。いやゴンちゃん10ポイント50点対20点。今のはね、知識の差じゃないな、早押しの差で負けたね。完全にね、あーって言ってしまったもんね。ねえ、痛っ。つまんねえ企画だ。つまんねえとか言うな。君が正解しないのが悪いんでしょうか。ゴンちゃんは？え、俺めっちゃ楽しい。いやー、疲れましたな。疲れましたなというか、君は一方的に疲れてるだけだろう。いやー、ここまで旅さんを開かれると正直
今は50対20、追いつくにも30点必要だ。次の問題30点とかにしてもいいか。え、40点にしようと思ってたんだけど。あ、いや、それでも OK。 次の問題は40点、うん、どうだい。え、ゴンちゃん、何その顔、自信あり。え、まあその問題質問よるけど、でもやっぱりあのバラエティのお決まりかなっていう。じゃあ次の、次の問題は40点にして、しかも詐欺に俺に押させてくれ。なんてやつだ。はるきくんは2回答えられることにしよう。次の問題、次は4択問題だから、ゴンちゃんは1回だけ。っていうルールでも君はいいのか。ん、君はそれでいいのか。いや、まあやっぱりね、バラエティを受け持つものとしてはね、勘だからな。かつく。でもまあ余裕だよね、これ。まあ、なんやろな、これでこいつの負けた時の顔を見たいっていう。まあ僕はどんな手を使っても勝ちたいだけど。汚い男だよ。なんとでも言うがいいよ。僕はね、もう彼の罰ゲームというのが非常に嫌で仕方がない。何も知らないけども、まだ何も言ってないんだけどね。言ってないけども嫌で仕方がない。うん、そんな気がする。満足されるためにならなんだってするよ。今なら金払いそうだもんな。1000円払って1問教えてくれって言ってたよ。教えてくれそうな感じ。1500円。ああ、いいね。払うよ。こいつは本当に払う気だ。騙し逃げだった。もうそこだけ編集カットしといてくれよ。それでもう全部使うけどね。全部使うよ。ゴンちゃんこれすごいよ。うん。なんかオカピキとかが走ってきそうだな。大変だ大変だ。これも大変だ。ああ遊び人だね今のは。お疲れ様でした。疲れました。ねえ、高校園でねアクションをしてから、まあぼちぼちと姫路城の前まで帰ってきたわけですけれども、はい、まあ現在のねポイントはね、はるきくん20点とゴンちゃんが50点、30点差がついちゃってます、はい、というわけで最後の問題ははるきくんのリクエスト通り40点ということにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、しかもはるきくんには回答権が2回あります。4回、僕が1回答えるまでゴンちゃんは答えられません。答えられません。むちゃくちゃ僕に有利な。まあここまでやってね、負けたら諦めもつくだろうというそういう話ですよ。勝ちたいんです。じゃあ満を持して最後の問題です。1956年昭和31年、昭和の大修理として天守閣の修理が行われました。まあ、天守閣の登る途中で見ましたけども、2本ある新柱、でっかい柱ありましたね、あれの1本を取り替えるという大工事だったんですけれども、はいはい、この天守閣の修理にかかった工事費は当時の価格で約何円でしょうか。当時の価格です、はい、現在の価格に直してというわけじゃないです。ないです、ね、あくまで当時いくらかかったかと、ね、1番1億3000万円2番5億3000万円3番10億3000万円4番20億3000万円さあ、じゃあ特別ルールですのでよろしくお願いします。